いやー快適ですねサバイバルを体験するいいですねこんな体験なかなかできないですからねこのランタン専用のオイルではなくちょっとオイルが切れたんで灯油を代用したらかなりススで黒くなっちゃいましたねまあうまくまた磨けば 元に戻ると思います作品を作ったならばやっぱり使わないとですよねせっかく作ったのに、えー、活用しなければやっぱりあまり意味がないですからね、まあ、服とかもそうじゃないですか買ったけど買って満足して終わっちゃった服ほとんど着なかった服とか物とかってあるじゃないですかでも意外とん実用的で。 長く本当に5年10年それ以上にまたずっと使い続けてるものとかあると思うんですけどねうん本当に価値あるものっていうのはブランドもそうなんですけどまあかっこよさっていうのもありますけどねずっと使っていきたい相棒みたいなやっぱり表面的なものではなくて中身っていうんですかね情が映ってしまってるものっていうのはありますけどね まあそれも人も物もそうですけどやっぱりずーっと一緒の時間を過ごすっていうのがまあ一番情が映りますしまあ長く付き合っていくっていうものや人になりますよね一緒に時間を過ごすってね大切ですよねうんまあでも時間を過ごすためにはやっぱりフィーリングが合わないとじゃないですか気が合わないとうん まあ、必要に迫られてやむなくその場所にいるっていうだけでもその場所に愛着とか思い出とかね特別な感情が湧いていったりしますけどねまさに私にとってはこの山がそうですねまあでも本当に感謝っていうのはまひするもんでねうんんか飽きてきたりとか退屈したりとか 外出たくなったりとかありますけど冷静に考えてみて本当に感謝するしかない最高の環境それが、まあ、コロナの感染確率もゼロパーですしねこの山にいればうん最高のアジトですよねうん まあ動画のネタ的にもまあ私は最初旅まあ旅系で、まあ、スタートしたのもありますけど、まあ、旅出れなくなったら終わりですからねでも冷静に考えればまあ旅先行く先々、まあ、その自国の人その地元の人にとっては地元ですからまあそう考えたらね日本とかそういったところでも発信の仕方によっては外国の人にとってはねあのー、日本も。 外国ですからそこでの情報とか価値を持ったりすると思うんですよねまあなのでまあ究極日々の日常を冒険のようにワクワクしながら過ごす日々の日常がスペシャルと、まあ、そんな風に感じて作っていけたらまあ究極ですよね、まあ、結局相当お金に余裕がないとね あのー、名所というか世界遺産とか世界各国ね巡り続けるって簡単じゃないですしでもね毎日出会う人とか毎日起こる出来事とか、まあ、それが自分を成長させたり新しい発見をくれたり、まあ、そういうことはあるんでね、まあ、アンテナをどう張るかだし結局はまあどう受け止めるかですよね。 まあそう考えて場所は動いてないですが、まあ、旅系というジャンルは継続していこうかなと思ってますねまああとは100本を動画作って超えてきてまあ間もなくあと12か月で1年経つんですよね YouTube 始めてうんまあいろいろとやりながら感じることとかまあでも答えがあるもんではないですから うん、まあセオリーっていうのはあるとは思うんですけど、うん、個人で目指してるものとか作ろうとしてるジャンル個性によってまたいろいろね、うん、工夫しなきゃいけないっていう意味では、うんまあ、答えがないっていう感じですからね、うん、まあ手探りは続いている感じですけど、まあ、100本作ったからといって何か大きく数字が変化したりとか登録者数が増えたりとか。 視聴数増えたりとかっていうのは全くありませんでしたね、まあ、自分の経験値がそれだけ積まれたっていうことうーんぐらいですかねうん、まあ、自分は本当にブランディングとか作戦ありきではなくて動きながらやりながら発見して修正してっていう感じですけどそれも大きな修正をまだしてるとは実感はしてはいないですし うん、まあちょっと必要だなと思うところもありますけどねそういったのところもまあ本当に自分の人生の中でやっぱりこれを残してよかったと思える、まあ、自己満の域からまだ出てないんですよねビジョンとしてでも多くの人にメッセージを届けたい何を届けたいのっていうまあ自分ももうアラフォーになって独身おじさんと言われる 領域に入っていってているわけけですけど、ね、まあ人生の中でうん何も残さずに終わるっていうのはまあ家庭を持ってる人はね大切なま宝といえる子供を残したりとか家,家計を残すっていうのはありますけどね私にはそれがないので、ね、まだまだ諦め <laughs> 結婚してもいいんですけどまあ何はともあれね人生生きて 良かったと、うん、思える人生、日々、そういったものを残していきたいですし、多くの人に一人でもまあ元気与えたりとかね、勇気与えたりとか、なんかこう、活力になってくれるものを残せたら、まあ、それはいいですよね。まあ、絶望する人もいるし、コンプレックスから抜け出せない人もいるし。 まあ自分は、まあ、心身ともにまだ健康っていうのもありますから、ねまあ、あとは個性っていうのは誰にでもありますけどね自分にも唯一の個性っていうのがあると信じていますからね、まあ、それを形にしていきたいと絵で残す人彫刻で残す人書き物で残す人芸で残す人いろいろいますけど、まあ、自分もね、えー、何か残そうと。 そのの第一歩として youtube ですねまだまだ自分が曖昧な分表現も曖昧になってしまっててジャンルも絞りきれてなかったりなんかん統一性がなかったりとかいろいろありますけどね諦めずに続けていくその先には必ず作品ができると信じています与えられた環境とチャンスを最大限生かしていけばうん まあ、いいものができると信じてますしね、まあ、それは人にお世話になることもあれば本当にもう神のみぞ知るというようなね運もありますから天がくれる運というんですかね、まあ、そういったものを楽しみながら人生を謳歌していきたいと思います。